じえりチャンネル。こんにちは、かじえりです。はい、今日は最近お気に入りのプチプラデパコスのアイテムを紹介していきたいと思います。最近手放せない私の必需品でもあるので、ぜひ最後までご覧ください。それでは動画スタート。それではまずプチプラから紹介していきます。まずこちら。じゃん。タイムシークレットのミネラルプライマーベースのピンクです。これは最近私の動画では結構出てくるんじゃないかなと思います。SPF23 の PA3 プラスで紫外線対策もまあまあできる方だと思います。下地にしては。こんな感じで結構鮮やかなね、ピンクなんですよ。でもカバー力もしっかりあって、毛穴もナチュラルに隠れるし、保湿力があるのに皮脂吸収処方でもあって、そのテカりにくくなる、そういったところが最近の私の肌にめっちゃぴったりなんですよね。こんな感じでツヤが出てハリ感のある肌に仕上がります。ピンクも血色感が出てくすんでる私の肌にはめっちゃぴったりです。本当にテクスチャーがね、特に気に入ってます。滑らかにスルスルって伸びるし、肌にもピタッと密着する感じでとっても軽いので、個人的にめちゃめちゃ気に入ってます。肌につけた使用感が気になる方はぜひこちらをご覧ください。はい、そしてこちら。じゃーん。エトゥセのアイエディションのジェルライナー2番です。スルスルスルーっとかけるピンクブラウンで、絶妙なピンクブラウンですよね。テラコッタピンクっぽいところもあるなと思ってて、本当に今っぽいカラーなんですよね。で、芯が細くて柔らかいので、下まぶたとかにもめっちゃ描きやすくて、私は上まぶた用というよりは下まぶた用で使ってます。上まぶたとして使うときは、目尻に引いてもいいんですけど、締め色として使うことが多いかもしれないです。目を優しく引き締めてデカめ効果があるし、粘膜っぽくて自然に目が大きく見えます。これは他にない色なので、すごい重宝してますね。最近下まぶたによく入れてます。前の動画で目と口の距離を近づけるメイクっていうのでも使用してるので、ぜひチェックしてみてください。そして、こちら。じゃーん。今つけてるリップなんですけど、リップモンスターです。これほんまにすごいですよね。私がよく使用してるのは3番です。かげろうというカラーですね。色が可愛いだけじゃなくて、ほんまにマスクにつかないんですよね。この潤った状態でもつかないんですよ。話題になってるだけあるなーって思います。保湿力があって、スルスルーっとリップクリーム感覚でつけれて、なのに色持ちがすごいいいし、唇荒れがなかったので、めっちゃおすすめですね。で、実際やっぱりマスクにつかないとか、あと、油物食べても落ちなかったとか、そういう口コミが多いので、店頭にはほとんど置いてない。もう売り切れてるところが多くて、私が行った時でも、もう残り数個っていう感じだったので、今はもしかしたら手に入りにくいかもしれないんですけど、多分今後も定番商品だと思うので、見つけたらぜひチェックしてみてください。長時間色持ちするから、リップを毎回直したくないっていう方にもおすすめです。本当にこれはね、一本持ってて損はないアイテムです。バズる理由がわかるアイテム。はい、そしてデパコスのアイテムなんですが、これはもう私の必需品になりました。ローラ・メルシエのコンシーラーです。私が使ってるのは 0.5N っていう一番明るい色です。このコンシーラーの特徴は、両側に異なる質感のコンシーラーがついてて、こっちがコレクトといって、こんな感じでソフトマットな仕上がりです。なので、シミそばかすとか、あと、ニキビ跡なんかも、このコレクトっていう方でカバーできます。で、この質感の特徴は、結構ぼかしやすいっていうとこなんですよね。輪郭をふわふわってぼかしやすいんですよ。これめっちゃいいとこだと思います。で、反対側のこのブライトっていう方はこんな感じでちょっと半透明っぽい感じなんですよ。こちらはクマを隠したりとか、あと口元口角のところとか、あと涙袋にもおすすめです。ソフトフォーカス効果で、その光の反射でくすみだったりクマだったりを反射して飛ばすっていう効果があって、ナチュラルにカバーしてくれます。で、結構テクスチャーが軽くて薄膜なので、こう笑った時とかもパキパキってならないんですよね。なので、こうよく動く口角周りとか目の下とか、涙袋におすすめです。私は最近これを涙袋に入れて、この下まぶたのところのくすみとか赤みを消すことによって涙袋がぷっくりしてアイシャドウとかも色が映えるので、最近はこのローラメルシエは必需品です。これがないともうメイクが始まらないっていうぐらい、これはね、ほんと下まぶたとかくすんでる方もすごいおすすめなので、ぜひチェックしてみてください。そして続いてアイシャドウ。アイシャドウはね、こちらです。じゃーん。5月21日最近発売されたばかりのシャネルのアイシャドウです。夏の日の光をイメージして作られたアイテムで、これ今つけてるんですけど、めっちゃ可愛くないですか？なんかピンクローズかかった色なんですけど、ちょっとオレンジ味もあってトレンド感のある色味だと思いますね。はい、ちょっとswatchしていくとこんな感じです。ちょっと歪んじゃったね、ごめんなさい。この色はベージュっぽいカラーで、ラメ感がねすごい綺麗です。でもなんかギラギラするラメ感じゃなくて、パールっぽい上品な輝き方をしてます。でこの色はジューシーなワインカラーって感じで、私は締め色として使ってます。でこちらの色はオレンジっぽい感じ、ちょっとピーチコーラルみたいな感じの色なんですよね。その色がねすっごい可愛くて、これが一番なんかトレンド感のある色って感じしますね。でこちらのピンクのキラキラはまぶたの中央に塗ったりとかしてます。これもね結構キラキラで可愛いんですよ。で一番上のカラーは私は涙袋に入れたりとか目頭の方に入れて、ちょっとまぶたを明るくするように使ってます。本当にトレンド感があるまぶたを作りたいなら、このシャネルのカラーを一つ買うべしって感じです。一気に大人っぽく今っぽい仕上がりになります。粉質自体はふわさらっとしてるようなナチュラルな発色で、結構色がねはっきりしてるんですけど、優しく目元に密着してくれるので、そんななんか派手になることはなくって、ナチュラルメイクが好きな方にもおすすめです。このアイテムは最近めっちゃ使ってるアイテムです。はい、続いてこちら RMK のザ・ナウナウブラッシュ02番のサハラというカラーです。これね、見えますかね、キラキラっとゴールドのパールが入ってて、めっちゃヘルシーな肌に仕上がります。こんな感じの色でわかるかな、ベージュなんですけど、こう反射した時にめっちゃ綺麗じゃないですか。このツヤ感、健康的で肌がパーンと発光したような輝きが出ます。で私今使用してるんですけど、こんな感じでツルツルピカピカじゃない？この日の光に反射した時がめっちゃ綺麗なんですよ。私は最近ベージュチークにめっちゃハマってるので、 RMK のサハラというカラーすごく気に入ってます。今私は重ね付けしてるんですよね。MIMC のネイティブっていうミネラルチーク、スティックチークなんですけど、そのスティックチークを先に塗って、でその上からこのサハラっていうカラーを上にささっと塗ってるんですよ。その仕上がり方がね超可愛いこれは数量限定発売なので、気になった方はお早めにチェックしてみてください。はい、そして最後ボディクリーム。こちらはララビーというところのブランドのボディクリームです。これね最近買ったんですけど、ほんまに買ってよかったって思うアイテムなんですよ。まあこれからの季節ってあんまりベタベタしたくないけど、でもちゃんと保湿力は欲しいみたいなとこあるじゃないですか。それを兼ね揃えてるアイテムだなと思いました。テクスチャーはこんな感じで滑らかなテクスチャーのクリームです。こう表面さっぱり内部しっとりみたいな、そんな感じのアイテムです。でそのテクスチャーもお気に入りなんですけど、香りがねめちゃくちゃいいんですよ。精油の香りでちょっとウッディな香りもするんですけど、後からほんのりラベンダーとか柑橘系の匂いがしてきて、本当にいい匂い。私こういう香りのものをね探してたんですよ。でたまたま銀座行ってて、そこで店舗見つけて購入したんですけど、ほんと当たりでした。エイジングケア効果もあるので、なんか肌にハリ感が不足してるなっていう方にもおすすめです。本当にねしっとりするし、ハリのあるこうプルンとした肌に仕上がります。翌朝も香りが持続してて、すごい朝起きた時に自分からいい香りがするので、うわなんかすごい上がるって思いますマッサージとかもできるアイテムで、私はよくこの二の腕のあたりとかリンパ流しながら使ったりしてます。このララビーはクレンジングバームもすごい人気みたいなので、ちょっとこれが良かったから今度買ってみようかなと思いました。ほんと最近買って良かったなって思うお気に入りのアイテムです。はい、いかがでしたでしょうか。本当はね、もっといっぱいあるんですけど、今この時期だと来月に2021年の上半期ベストコスメを紹介するので、その内容と被ってしまうんじゃないかなと思って、今最近本当によく使うお気に入りのアイテムっていうのを厳選して紹介させていただきました。若干ね、ベスコスと被るとこあるかもしれないんですけど、ベスコスはベスコスでめっちゃ大量にね、いいコスメを紹介しようと思ってるので、またそれも楽しみにしていてください。で、今日紹介したアイテムは明日の動画で使ったメイクを紹介しますので、ぜひそちらも楽しみにしていてください。それでは今日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押していってください。ありがとうございました。